はい、今日はサルーキーの皆さんお迎えしてお送りしています。はい、それではですね、最初は千代さんと森さんの出会いから始まるんですよね、サルーキー。そうですね、僕は渋谷の駅前で一人でストリートライブやってた時代があるんですよ、実は。あ、一人から始まるんですね。はい、で、一応曜日も決めてたのかな、うん、でも一応決めないとああいうのってこう結構ね、一人でギター担いで、もうお客さんが待ってくれてるわけじゃないから、もうその日もね、多分ね11月だったから、ちょっと寒いし、寒いですね、ちょっと休もうかなって思ったりもしてたんですけど、まあ頑張ってやろうと思って多分出かけて行った日に、まあ、夜9時にね、宝くじ売り場が閉まったら歌い出すんですけど、あ、なるほど、ね、それまでやっちゃうと通報されちゃうみたいな ね、 宝くじ売り場だとね、言われて、おばちゃんにね、そう、それで歌ってる時に、まあ、仕事帰りのですね、当時正社員でコックさんをやってた、あ、コックさんだ、ね、森コック剛さんがですね、僕の目の前を通ってですね、まあ、立ち止まってくれたんですよね、でしばらく多分 1,2 曲聴いてくれたんじゃないですかね、それでなんか、まあ、曲と曲の合間にちょっとおしゃべりをしてみたいな。そうそうそう、当時はまだね、路上ライブとかやってる人がそんなに多くなかったんですよ。少なかったんですよ、ブームが来る前、ブームが来る前、だからなんかね、今思って振り返ってもなんで止まったのかわからないです、ね、あ、そうなんだ。だけど止まったんです、確かに、でね、僕そんな自分から声かけるタイプじゃないんだけど声かけたんですよ。森さんの方から千代さんに声かけたんですか。曲が終わった時に、いいねとかつって、まあ、そんな偉そうじゃないけど、だいぶ今上から見せている、いいね、森スカウト強いスカウトしに行きました。その時じゃあもうギターは経験してらっしゃったとか、自分も弾いてらしたんですね。音楽は高校時代からバンドやったりしてたので、で僕もね、その働きながらやってたんですけど、ちょこちょこは、ちょうどやんなくなってた時期で、しかもなんかね、もうやっぱり料理の世界厳しくて、やっぱね、そのお店でね一生懸命働いてるんですけど、もう、ね、すごく怒られるし、まあ、とにかく厳しかったんですよ、で休みの日にはねパチンコばっかり行ってて、そうなんですか、稼いだお金を全部吸ってたんですよ、あら、もうひどかったんですよ、でもうね嫌だったと思う人生が、そんな時に出会ったんですよ。出会ったんですね、でまあ彼は上京してきてロックバンドをやるためですよ、もう情熱が半端ないわけですよ。でまあ一緒に何回かねやるようになって、で正式にちゃんとメンバーになるのかどうか、ロックバンドこれから始めていくけど、それをちゃんと一緒にやっていくかどうかっていう、答えを、まあ要は簡単に言うと決めて、もう結婚みたいですね、て、本当ですよね、でもそれぐらいのもんだよだなと思った、ある意味ね、バンドはパートナーですから ね、 そうですね、ある意味で、そう、いやでもねやっぱ、今 だって道端でただ出会ってるだけですよ、 だから、その出身地も違うし、まあ、たまたまその日に、そっからだって19年やってるってことは、まあやっぱすごいことだと思うんですよね。決断されましたね、でもやっぱ最初が大事だったかもしれないですね、ですよね、だって正社員辞めちゃう、そうですよね、辞めたんですね、それにこの千代さんと一緒にやろうとしてるわけですよね、でその金髪だった頃のね、そうなってた頃のね、眉がこんな感じの伝わらないけど、僕が出会った時はそれはもう収まってた、あ、もうそれは超えてたの、金髪だったらね僕声かけてないかもしれない、そうなんだ、そうなんだ、なるほどね、そういうのもあるよね、そうなんだ、あ、じゃあミサさんともう出会って、それでちょっと丸くなってたのかしら ね、 いいね、もしかしたら、いい順番でやっぱり神様すごいな、この順番、ね、すごい爽やかだったですよ、あ、そうなんだ、第一印象は、でもこれだけねずっとやっていこうと思ったらね、いろんなことがあっただろうなと思うので、次はその話も聞いてみたいと思います、はい、